どうもおはようございます。なくなつしです。それでは動画を撮りたいと思います。今日の動画について話したいと思います。この後にロト6の予想をして、予想を終えた感想について話したいと思います。もう少しそのロト6の当選数字について見たいから、ロト6の予想は少し遅めに投稿したいと思います。昨日も言った通り、そのロト6の予想、一口目はいつもと同じような予想の仕方をして、二口目は、昨日言ったような、その予想の仕方というか、今までしてきた予想の仕方とちょっと混ぜたいと思います。今までだったら、その昨日言ったような予想の仕方、その10番台を多めに予想するとか、20番台を多めに予想するとか、そういう考えがあんまりなかった。今までは、桁違いとか、一つ違いとか、連続数字とかは見てたけど、その10番台を多く予想したり、20番台を多くしたりするっていう考えはあんまりなかった。どっちかって言ったら、ロト7でそういう傾向にあって、ロト6はそういうのはあんまりないみたいな考えだったから。でも、その昨日、ロト6の当選数字書き直してたら、結構ロト6もそういうのがあって、何回かに1回か、10回以内には必ず、その、どれか、10代、20代、30代のどれかで3つ以上、当選数字で来てるんよな。だから、予想の仕方もしようかなって、今ちょっと考えてます。結構僕がその、ロト6、外してる場合って、そういう時が多くて、その20番台がものすごい出てたり、30番台がものすごい出てたりしてる時によく僕はロト6外してるから。だからそういった予想法も取り入れた方がいいのかなってちょっと昨日思って。二口予想するから、一口目はいつもと同じような予想の仕方をして、二口目はそういう予想の仕方もありなんかなって、今思ってます。毎回は来ないから、そのパターンも。何回かに1回。でも必ず10回以内には来てるから、だからそれも取り入れた方がいいのかなって、考えてます。難しいねんけど、結構な賭けやから、10番台、20番台、30番台、どれが来るかわからんから、結構な賭けなんやけど、そうやな。その予想法も、した方が、当選確率、今10回に1回ぐらいだから、もうちょっと上がるかなっていうのはあるかな。そのためにも、その過去の当選数字とか見て、どのぐらいの間隔で来てるのかとか、もう少し見らな、ちょっとなかなか難しいけど、それを見ながら予想していきたいと思います。見ていただけたらありがたいです。それではまた後で動画を撮りたいと思います。次はロト6予想かな。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。